다루고. 네가 싫어 1번대와 다르다!
助けて。待たせてしまったな。もうどこにも逃げられません。すべての道が猛虎の手の内です。道で捕まったのか。はい、やつら道沿いに八重を敷いて待ち伏せてます。やつらを退けるまでどこかに隠れておれ。石川先生も湯に浸かるべきだ。常に鶴のように張り詰めておられて穏やかに過ごすことはあるのか。勝負！褒美をもらう。行っちゃった。
来い。金、材木、布を扱います。役に立ちますよ。さあ、うちの道具を見ていてください。ふん、俺はここだ。ここから離れよう。
ありがとうございます。さあ、早く逃げよう。 待たせてしまったな。おかげで助かりました。道中気をつけよう。 내군벨 動くな。 畑を失ってしまうかと思いました。 鍵は猛虎に奪われたのか。 お持ちください。これで猛虎はもう何も奪えません。鍵は揃った。鎧は赤島にある山の上だったな。
お力になれず、かたじけのうございます。謝罪などいらぬわ、役立たずめ。百姓ならばあるいは。そうかもな。酒井様、お見苦しいところを。純心、今のは何だ。人探しを頼まれたのですが、私ではお役に立てず。案ずるでない、俺が話そう。ありがとうございます。加えて村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では。ええ、橋の方へ。武装した者と一緒。そうか、助かった。尋ね人は見つかりますか。形状に名があった盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう。なれど、詮索はしてくれるの。承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。盗人とは何者ですか。あろうことか、襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。そやつの名はマイ。我が家のかつての次女だ。3年前、盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな。穏便に済ませたかったが、糸間を取らせた。処遇を悔やんでおいでか。あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。いたぞ、マイだ。浪人もおります。密やかに近づきましょう。何でも売ってやるから、今少し待っておくれ。もう遅い。主がじきじきに売るそうだ。さあ案内しろ。金をやる。だから任せて。金などないくせに。串がある。金と真珠の飾りだよ。
私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ざれ事はいい。宝の在りかに行くぞ。マイと話すのであれば浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。マイが傷ついてしまう。待て、見つかりたいのか。隠れろ。気を抜いておるな。私が。マイと話をしたい。お待ちしましょう。あの人殺しどもに頼まれて我が家宝を盗んだのか。なぜ私を裏切った。いいえ、背を向けたのはあなたの方。そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか。分かってはおりました。良いか、私は足立家の女なのだ。盗人とは共に行けぬ。今でもあなたは。ならば誰の差し金か言ってくれ。家族の仇なのだ。殺されます。そなたに手出しはさせぬ。隠し場所へお連れします。お主の主は侍であるな。その名は愚か、顔も知りません。あちらから文が届くのみなので、我らのことは知っております。なぜだ。わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちも、その痛みもわきまえていると。一体舞と私は深く思い合っておった。主は宝が壊れていないかどうかひどく案じておりました。売るつもりでしょうか。あれは一族にとってのゆかりの品。売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく、
手元に置いておくためか。踏みでの物言いもそうです。自分のものであるような足立家より他の家に渡ったことはない。生き残った者もおらぬはずだ。あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。別れの挨拶をしたい。舞は？すでに去ったぞ。ジン、伝えておきたい。実は皆まで話す義理はありません。私にとって夫が全てなれど、舞のことも等しく。分かっております。この心に偽りはない。奴らの主に慕われておる様子。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。やはり出まかせ、話を合わせ舞を引き入れたのか。一体誰がかようなことを。探しましょう。じきに見つかります。私は一度有明に戻ろう。お主を待っておるぞ。
寺寺で争いだ。そうか、危ない。乗りよう。西海様、このアリ様を見てください。立っ飛ぶべき寺を血で汚すとは許しておけぬ。連綿と続く知恵が眠っておる地に火をつけようとするなど言語道断です。なぜ襲われたのだ。ここは民の希望の地。大風が猛虎を洗い流すよう皆で住職と共に祈っておりました。しかし今や住職は消え、豊玉随一の宝、寺のご本尊まで奪われる始末。兄が生きていれば、僧たちが逃げ出すことなどなかったのに。兄君に代わり、寺を救おう。ご本尊は猛虎に盗まれました。住職は近しい僧と避難を。無事だといいのですが。皆を手当てします。様は無事でしょうか。杉寺の住職だな。なぜこの地に。豊玉で民を束ねていましたが、猛虎に襲われ敗走を。大きな戦であったゆえ足跡をつかめるといいが。集落がこの近くにあります。行ってみよう。すでに行った。猛虎に攻め入られておったが追い返したぞ。ならば住職はそこに。孔明様は以前も姿を消したことがありました。僧たちの間で大きないさかいが起きた時のこと。発端は何だ。恥ずかしながら詳しく覚えておりません。孔明様が戻らぬため総出で探しに出ました。見つかったのか。隠れておいででした。いさかいを止めようとしたのでしょう。たといお方だ。ある時兄と方針が口喧嘩をしたのです。すると孔明様は昼夜を問わず石に怒鳴ってみせました。二人は己を恥じて仲直りを。兄君と住職の仲は。父親のように慕っておりました。住職が猛虎に囚われておるなら好都合であるな。口車に乗せ追い払ってくれるだろう。孔明様のことが分かってきましたね。煙、村からです。
まさか住職。どうして全て燃やしてしまう。違います、孔明様ではありません。他を探せ。水桶、体、藁の寝床、湿り気は。逃げおおせられたのでしょうか。藁を濡らして身にまとえ。裏口から逃げたな。生きておいでかも。この方角へ行ったようだ。きっと生きていらっしゃる。足跡が深く広くなっておる。走ったんだ。尋常に勝負。アレッボチチ続出だ。なぜねえ足ぐぬち。おお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 お。Sonter a vez de estirse. Mas espere, acha aqui.血がある。飛び降りたな。木の裏に洞穴があるぞ。そんな、まさか。助けられなかった。住職がいなければ僧は逃げ、寺は落ちます。我らの負けだ。
それは何だ。これは法華経、ご自分の血を使って書かれたようです。さながら自世の句か。法華経には誰もが仏になれるとあります。豊かな者も貧しき者も。それが今はの言葉。残された皆を思ったのですね。寺の僧に見せよう。住職の意志が伝わればとどまるはずだ。孔明様が血でお書きになった法華経です。住職の声が聞こえませんか。猛虎に立ち向かえ、そして諦めずに踏みとどまれと。我々が住職のご意志を継ごう。口寺は落とさせない。炎上様がお守りくださった寺が、その弟と酒井様に再び救われるとは。手を結び猛虎を倒すぞ。本尊を見つけねばな。どうしてご本尊を。ここにあったのか。さようでございます。しかし猛虎が奪い、浜の方へ持ち去ったのです。私がご本尊を取り戻すと約束しましょう。あの炎上でも守れぬ約束だな。あの僧は何と。戦で死んだ兄のことです。守り手を失ったことでどの僧も及び腰になってしまっています。腰抜けどもめ。沈まれ。かつて兄のおかげでこの寺は賊から守られたこともあったというのに。こたびは我らで守ろう。ご本尊を見つけ寺に戻しましょう。浜に持ち去られたと聞いた。後を追うぞ。こっちだ、空。怒っておるな。何を根拠に。話さぬからだ。あの聡明が兄上について知ったような口を聞くからです。一人で戦ったと聞いたな。それは噂。実際は兄の指示で3人の僧兵が戦いました。足止めか。尊い犠牲です。僧兵は死にましたが、その身を挺したことで兄が賊を斬り寺を守れたのです。酒井様、あれを。寒い。何があった。一人で猛虎の後をつけて本尊を返すよう頼んだのですが。どちらへ行った。森の外に行きました。山の方へ。次は平和な世に生まれますように。この僧も寺のために命を懸けたのですね。お主もだろう。
猛虎の野営です。本尊があるはず。まずは奴らを罰してやらねば。昔に空から落ちてきた星を掘ったものだそうです。麗しい。島に二つとない宝だ。寺に返してやろう。兄が成敗して名を上げた賊もご本尊が狙いでした。これまでに幾度も盗まれそうになったはずだ。また新たな犠牲が出るのでしょうね。盗まれた方がいいか。いえ、しかし宝が多いからこそ欲や妬みを呼ぶのです。岸寺には叔父上と来たことがある。幼いながらも本尊の美しさに驚いたな。幼い頃、私も家族と岸寺を詣でに来ました。その時僧になろうと決めたのですが、今は何を守ればいいのか。この対馬を守れ。そうですね。